よいしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、平岡です。あ、入ってるよね。はい、というわけでね、今日なんですけども、ね、こちらね、僕、アップルさんの方からね、ちょっとお貸しいただいてる2021年モデルの iPad Pro なんですけども、メインチャンネルの方でもね、先行レビューさせていただきました。で、今回ですね、こちら自分で買った方のですね、 iPad 2021年モデルとマジックキーボード、こちらが届いたのですね、今回サブチャンネルの方で開封していこうかなと思います。もうね、結構時間経っちゃってるんですよ。実はですね、金曜日にね、こう21日だかな、届く予定だったんですけども、ちょっと仕事の関係で、ね、どうしても受け取れなくて、再配達になってしまって、22日土曜日に再配達で受け取ったんですよね。で、今日23日日曜日なんですけども、土曜日そのままね、結構一日中遊んでて、どうしてもね、開封する時間がなかったですね。今日日曜日にやっとちょっとゆっくり開封できるということで、今からね、開封やっていこうと思います。しっかりとした、ね、開封はもうメインチャンネルの方でやってしまったので、ちょっとサブチャンネルの方で、ね、ゆるく開封取っていこうかなと思っております。いや、もうね、触ってはいるんですけどね、実際に使わせてもらってはいるんですけども、やっぱり自分の iPad となるとね、またその愛着も、ひとしおだと思うのでね、ゆっくり開封していこうと思います。よいしょ。おー、いいですね。はい、いつも通りのね、爆弾マークも入っておりますというわけで、おー、 iPad Pro、 よいしょ。うわー、いいね。やっぱね、やっぱいいね。じゃーん、これは僕の私物のですね、 iPad Pro です。ほい。はい、こんな感じでね、 12.9 インチ 2TB Wi-Fi プラスセルラーの、これシルバーかな、シルバーモデル、27万8000円、めちゃめちゃ高いの買いました。で、こっちもね、さっきちょっと段ボールでかけちゃおう。で、こっちマジックキーボード入ってると思います。カッター、カッター、あった。はい、こんな感じで、はい、というわけでオープン。じゃじゃーん。おー、いいね、かっこいい。やっぱでもやっぱ今回白を選んでよかったかなと思いますね。ちょっと汚れやすいとは思うんですけども、やっぱね、どうせキーボードって汚れちゃうんでね、どうせ汚れるんだったら新しい色使ってみようかなと思って白を選んだんですけども、やっぱね、白かっこいいですね。というわけでね、こんな感じで僕が今回購入した 12.9 インチの iPad Pro セットでございます。このマジックキーボードね、実は新しいもの買わなくても2020年モデルでも十分使えるって形だったんですけども、まあ、カラーチェンジということでね、気分も一新、新しいもの買ってもいいんじゃないかなと思います。では、ピロ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 。あー、このね、アップル製品の袋開けるときめっちゃいいっすよね。よし、よいしょ。ではちょっとマジックキーボードの方からオープンしていこうかな。この空気圧の儀式すごいよね。この薄さで空気圧をちゃんとね、空気圧感じるってなんかすごい。あ、来た。よしよしよし。はい、2回目なんですけどね、マジックキーボードの白。あ、なんかね、新品のアップル製品の匂いがします。いいねー。とてもいいねー。じゃじゃーん。いいですね。よいしょ。あ、新品の匂いするわー。やっぱね、すごいこのキーボード部分ね、めっちゃかっこいい。この、なんていうかな、ミニマルな感じ、ここがめっちゃ好きなんですよね、僕。この感じ、この辺すごいかっこいい。あと、ここね、ちゃんと、シルバーなんですよね。ここの金属も、ここもちゃんとね、このチャコールの方はスペースグレーなんですけども、シルバーの方はこのシルバーになってて、ホワイトの方はシルバーになってて、すごいね、一体感があるなと思います。というわけでね、これマジックキーボードでした。そしたら次はですね、いよいよ 12.9 インチ iPad Pro、新型 iPad Pro をね、開封していきたいと思います。さあ、よし。いや、このね、パッケージも今回かっこいいですね。このちょっとゴールドとグリーンみたいな感じの色味が。では早速開封します。これよこのね、じらしてくる感じね。早く会いたいけどまだ会えないみたいな。これ本当にノーカットでちょっとこうやってるんですけど、
構開かないんですよね。いつもねメインの方とかだったらカットしちゃうんですけど、こういうとこって、あ、いたいた、結構ねしっかりと空気圧感じるんですよ。というわけで開封できました。よいしょ。おお、このペリペリを剥がしちゃいます。あー、いいね、かっこいい。しまった、まだね画面フィルター買ってなかった、早く買わないと。というわけでね、無事自分の、仕様の方もね開封できました。 2TB の iPad ちょっとつけてみようかな。よし、来た、リンゴマーク。やっぱね 12.9 インチってサイズも絶妙にいいですよね。なんかかっこいい。いや11インチは11インチね、すごいね、なんかコンパクトでかっこいいなと思うんですけど、この 12.9 のプロ感、ここがね僕好きなんですよね。充電はね 87% ありました。これ満充電で、輸送でやってきて、その間に 13% 減ってるって感じなんですかね。だいたい満充電で発送されるんでしょうか。お使いの iPhone また iPad を近づけるとサインインおよび設定実行できます。で、僕ねこの新しい iPad 買うときはだいたいね復元せずに、一から新しい iPad として使ってます。これねどうしかっていうと、まああんまり使ってないアプリも結構あったりするので、この iPad 買い替えを機に、まあ、整理しようかなっていう意味もありますし、あとですね、僕 1TB とかの iPad 使ってるんで、これね復元しようとするとめちゃめちゃ時間かかるんですよ。あの本当は 1TB フルフル使っちゃってる場合もあったりするんでね、ストレージを、それを全部あの多分 Wi-Fi 経由でねガーッと持ってくるんだと思うんですけども、そうすると本当にねめちゃめちゃスタートアップに時間かかっちゃうので、まあ、だったらもう多分使ってないあのファイルとかもたくさんあるし、新しい iPad として設定してアプリとかね全部入れ直した方が早いんじゃないかなと思って、だいたいね新しい iPad として僕は設定します。 Wi-Fi、 よいしょ、フェイス ID 設定します。この時の UI なんかかっこいいっすよね、ブンブンって言って。 OK、 よし、というわけでね初期設定ザクッと簡単に終えて、今ね使えるようになりました。これで、買ったマジックキーボードとね組み合わせてカチャッと、あーいいね、今日からねこいつが僕の相棒です。全く同じね、ちょっとモデルは違うんですけども、これお借りしてる2021よいしょ iPad なんで、2つ僕の元に2021の iPad があります。こっちはねもうそろそろ返しちゃうと思うんで、こっちはねメインに使い込んでいこうかなと思っております。昨日ですね iPad を最初に買ったらやっておくべき設定11個みたいな動画をメインチャンネルの方でアップしたので、その設定をね今から施してあげて、アプリとかね、ババッと必要なものをダウンロードしてあげて、いらないもの消してあげて、1時間ほどねセットアップしたらもうあとはねこいつをバシバシ使っていこうかなというふうに思っております。というわけでですね、今回はちょっとメインの方では先に、先行レビューでねやらせていただいたので、開封の方はねサブチャンネルの方でゆっくり、まあゆるくね上げてみました。というわけで今回はこんな感じにしておきましょう。またねこれぐらいのちょっとゆるい動画たくさん上げようと思ってるので、引き続きねサブチャンネルの方も見ていただければ嬉しいです。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。